白梅岩竹スノーフィールドは長野県北隅郡白馬村の岩竹山にあるスキー場である。旧名称は白梅綿ケスキー場。初級から上級コースを備えた本格的スキー場である。ナイター営業は実施していない。スノーボードは全面滑走可能。夏はサマーゲレンデでの滑走が可能。学生スキーのメッカとしても有名である。 運営は白馬観光開発が行っている。かつて白馬観光開発は東急グループであったが経営不振などを理由に白馬観光開発が2012年11月1日に日本スキー場開発への売却を発表。同日付で東急グループから離脱した。白馬は竹スキー場で行われる学生スキーの大会。通称は略して 岩岳と呼ぶ。アルペン競技の部、基礎スキーの部、距離競技の部があり、それぞれ異なる開催日程で行われる。出場者は、事前登録された全国の大学サークル、部活に所属していることが条件で、それさえ満たしていれば、年齢には関係なく出場することが可能。岩岳は、スキー士にも特集が組まれる、大規模な大会で、個人成績が優秀だった者は滑走中の、 連続写真やインタビューが掲載されることもある。大学生のアルペンスキー大会では、国内最大で男女合わせて1000人近い人間、300近い団体が出場して、チーム合計成績、個人成績を競い合う。参加人数が多いため、他の部門とは異なる二部構成となっており、2月に予選大会兼アルペン男子予選会を行った後、3月に、 本戦大会が開催されるものとなっている。昨年成績が優秀だったチームは本戦大会に無条件で出場できる。なお、予選大会にも100近い団体が出場し、予選落ちしてしまう団体も当然に存在する。行われる種目は、格好、スーパー大回転、大回転、回転、新人戦の5種目で各種目とも男女別に行い、 10位までが表彰される。さらに1位のものから順に高得点を取得し、合計得点が最も多い団体が総合優勝となる。なお、ポールセッターは出場チームのコーチの中から種目ごとに本部が選任する。毎年ほぼ同じ人間がセットをすることが多い。二千七年度のセッターは、ラグイと上野武白木俊、松沢強神林隆 格好競技では、時速 100km 近いスピードで滑走し、本格的な数十メートルのジャンプも設置されるため、セーフティーネットが設置された上で、多数の機門員が従事し、安全への配慮がなされている。しかし、転倒するものが出ることは避けられず、骨折をして、担架で運ばれるような大怪我をするものが出ることも多く、ある。1974年から行われている。 予選大会の正式名称は、全国学生ガンタケスキー、大会村長ハイ脱スキー、大会兼アルペン男子。予選会本選大会の正式名称は、全国学生ガンタケスキー大会アルペン競技の部2016年の、全国学生ガンタケスキー、大会村長ハイ脱スキー、大会兼アルペン男子予選会は、東京都市大学ワンデリングスキー同好会の石崎竜選手が、 アルペン競技の部は、男子は明治大学大道連スキー部シャスネージュ、女子は慶応義塾大学リーゼンスキークラブの代表選手が選手宣誓した。学生の基礎スキーの大会としては、伝統もあり、最大の大会である。ありがとうございます。